はい、こんばんは。アキラのゲーム部屋へようこそ、ラスクラ実況です。はい。昨日ね、ガチャ回してみたんですけれども、まあ、結果を言うとですね、出ませんでしたね。まあ、狙いのですね、まあ、水着リラは出なかったんだけれども、僕の狙いのであるね、アークさんが、まあ、来てくれました。どれだっけ。はい、これ。白騎士の休息、はい、SLA 白騎士の休息が来てくれたんですけれども、ちょっとこのそのついてのね話をしていこうと思います。の前に、はい、イベントの方ですね、はい、今ちょうど4つなってますけれども、ガウルとサカギンは今夕方5時ぐらい撮ってるんですけどね、今日の晩、うん、8月の、16日の今日の晩までなんで、あと、ゴブルの教師とダボンの教師は、あと2日やってます。で、サガギンはですね、僕はですね、今、回ってますっていうのが、まあ、これね、皆さん、それぞれだと思うんですけどね、どれをこう進めていくかっていうの。ユニットの、こちらね、まあ、潜在覚醒がですね、まあ、あと101なんで、多分来れたら間に合うんだと思うんですよ。サガギンが120でいけると思います。で、その次どっち回るかって言ったら、まあ、今、ダボンと、その次が、ガウルはもう終わっちゃうからね。で、ゴブリンと、ゴブリンが120の25ね。今ね。潜在覚醒が。で、ダボーンが200の126だったら、こっちの方がいけそうですね。84とかね。ダボーンを多分最終期潜在覚醒までやれるかな。狙うかな。うん、そうだね。はい。っていう感じで回します。要はその潜在覚醒の回数を増やせるところ。増やせるやつを、まあ、優先的に僕はやってます。はい。で、まあ、ただ、そうじゃなくてですね、シンプルに、誰をこう、おすすめなんかっていうところの話ね、モンスターのユニットソウルをどう育てていくかっていう話はですね、また改めてしようと思います。で、今日はですね、このアーク、新しいアークの白騎士の休息の話をしたいと思います。はい、で、今もうレベル6まで上げることができました。アークの強化、次が 22,600 なんだけど、まあ、多分まだ、レベル7で、それでレベル7なんですよ。22,600 で。で、次が多分3万ぐらいでしょ ?4 万ぐらいで、次が4万ぐらいだから。うん。多分月曜日ぐらいだからかな。レベル10までするのは。ね、やっぱこれ、まあ、おすすめやっぱりファーストバケーションですね。ファーストバケーション、この、戦闘開始時にブレイブ、オーラ、プロテクション、マジックバリアが自動で発動。昨日も言いましたけど、これやっぱね、ほんま反則だと思いますね。うん、このスキルは。で、これが出てしまった以上、逆に言うと、もう今後、これをつけてるっていうのが当たり前になってくる。うん。ラスクラをやる上にあたって、このファストバケーションっていうスキルはもうついてるもん。うん、つけてるもん、覚えるもんだというぐらいになりますと思います。ぐらいになると思います。で、もう一つがね、これ、黄昏ね。MP が最大の時にディフェンスとマインドが 20% 上がる。これね、やっぱここを考えた場合、やっぱり、誰につけるもんなんかって言ったら、まあ、そもそもがですね、やっぱ白騎士の休息、あいつ、メルダのね、につけるっていうのはもちろんそうなんだけども、要は、魔法使いか。うん。要するに、ソーサラーかっていう。かナイトかって言ったら完全ナイトなんですね。いや、物理メイン。ソルジャーとかナイトとか、物理攻撃メインです。要するに MP 使わないやつらね、が使う方が絶対に。あ、キラキラ言ってますかね。アークラグメントやってるけど、これはまた日曜日にですね、したいと思います。この件はね。だと思ってます。はい。っていう感じで、まあ、そういった意味で、あと、アークの特性ね、バトル開始時。瀕死の場合に最大 HP の 80% 分回復、敵からの MAD ダウンの無効化ということで、うん、要は MLD って魔法防御じゃないですか。うん、だからそういった意味では、ディフェンスメイン。で、HP 回復だからね。要はその、耐久性のあるやつが、一番おすすめかなと思います。そういった意味で、誰が適正かという話なんですね。ユニットで言うと。そういった意味で、ユニットで誰が特性かって言ったら、まず、デフォルトキャラだったら、剣士カイルですね。カイルにつけていって、まあ、ソルジャーなんで、まあ、魔法を使わないんで、それでマインドとかディフェンスを上げて、敵から耐久していく。
で、ガチャキャラでもやっぱランスベル。ランスベルさん行ったかな、僕はね。ランスベルさん行ったら、その、まあ、もともと防御がですね、魔法ガードとかも持ってますからね、そういった意味で、防御力としては高い。で、その防御力、高い防御力をさらに補ってくれる仕組みがある。で、まあ、魔法もね、使わないかつは使うんだけどね、雷使うからね。でも別に魔法使わさなきゃいい。うん。それやったらもう全然断然、ランスベルがいいかなと思います。あと、そうね、MP 使わないキャラやったら多分ゴルムもそうかな。ゴルムなんかも多分向いてると思う。耐久キャラだからね。そう。防御で耐久していくっていうキャラやったら一番向いてるなって思うのと、魔法使わないって意味だと僕はそのなんかね、スケルトン。今僕ね、骨尾くんね、耐久で、骨尾くん短期でですね、回るっていうですね、やつやってますけれども、まあ、基本的にはスケルトン何のためにこれ育てるかって言ったら、耐久なんですね。完全なる盾役。で、俺はランスウェルももちろん伝えてる、鍛えてるんだけども、要は敵からの攻撃すべて受け止めてくれるやつ。で、スケルトンなんか何回も蘇るからね。で、彼の場合その、追い込ま、で、今回白騎士の休息つけた場合やったら、追い込まれて傷ついて、瀕死になっても、ウェーブが変わると、生き返る。さらにね。うん。もともとその生き返る、キャラなんでね、まあ、そういう意味でもすごく強くなっていくんじゃないかなと思います。で、MP 最大の時ね、MP 最大の時ってね、完全余裕なんですよね。MP 使わなきゃいいからね。で、ディフェンスとマインドが上がるってことはもうデフォルトでディフェンスとマインドを 20% 上げた状態っていうになるというのが僕、黄昏っていうスキルのすごいところだなと思います。そういう意味で、うん、魔法使わないキャラで耐久してほしいキャラ。盾役として、物理攻撃として、攻撃というよりかはね、防御かなとして耐えてほしいキャラにつけるっていうのが、まあ、やっぱり、白騎士の休息のおすすめのキャラです。で、その上でですよ、白騎士の休息の、まあ、一番その、いわゆる適正キャラっていう話をしたけども、これもさっき言ったように、ファストバケーション。このスキルに関して言うと、今やっぱラスクラ始めた人っていうのは得やと思う。本当に。で、これ期間限定だからね。うん。白木の休息は今後、この期間限定で、それ以降ガチャとかで出ないって言ってるからね。まあ、再開、もう一回、リバイバルみたいなのをやるとは言ってるけど、とりあえず期間限定、今しか出ない、白木の休息。そういった意味では、今、うん、100% 目指してガチャ回すのもありだし、うん。というのが、ファストバケーションさえね、スケール、ファストバケーションに関してともう、ついてるのが、まず最初みんな覚えるスキル。うん、初心者さんというか、スクラ始めた人が、そのユニット育てる上で、どのスキルからまずつけますかって言ったら、主力職からファストバケーションをつけるっていうのが、もう今後、基本原則になるぐらいのスキルになっていくと。ずるいなと思う、これは本当。うん。で、言われたようにそのね、100% な今しか目指せないと思うとね、ね、今回すしかない。ただでも、白騎士メルダの水着ね、確かに欲しいよ。いいなと思うけど、うん。見た目変わるだけだからね。なしも、雷属性、マイナス10になるからね。水属性、プラス20になるけど。で、呪いが無効化ですね。うん。で、この辺に関して言うと別に、備えに僕、欲しいもんでもない。ただもちろん、姿がね、水着になるっていう時点では、なかなか、燃えるものありますけど。無理に 100% 目指すんだ。あ、やってもた。あ、うっかり、アークエイトル使ってました。エーテリオン、事故です。今のは完全事故です。はぁ、やってしまった。でね、今、レベル6まで上げたんだけど、白騎士の休息のエピソードはね、すごく面白いです。うん、これおすすめ。レベル上げたらぜひ読んでください。うん、まあ、ついでに言うとも、その、アークのね、レベル上げた時に読めるね、図鑑はね、結構面白いです。まあ、てな感じで、まあ、今日はですね、白騎士の休息の話をさせてもらいました。まあ、おすすめキャラとしては、魔法使いよりも物理。うん、魔法キャラよりも物理キャラにつけた方がいいよ。しかもその防御特化したやつにつけた方がいいですよ、と。で、その上で、白騎士の休息で覚えれるファストバケーション。これに関して言うと、もう、今後すべてのキャラにつけてるのが当たり前になってくる。そういった意味で、どんどん皆さん、覚えていかなきゃいけないスキルなんじゃないかなと思います。
と、まあ今日はこんな感じです。明日はですね、さっき言ったその、教習イベントについてのですね、ちょっとお話をしたいかなと思っています。まあ、効率的な回り方みたいなことを。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどをお待ちしています。明日の動画もお楽しみに。